はい、マスオ TV でーす。はい、皆さん、今日はですね、ちょっと変わった最新のカップラーメンをご紹介したいと思います。まあ、それがですね、こちら。ラオウなんですが、まあね、昔から有名でね、うん、とっても定番なカップラーメンではあるんですけど、どういう風にね、このラオウが変わっているのかと言いますと、なんとですね、このラオウを食べている時に、美少女が話しかけてくれるらしいんです。はい、まあね、どういうことかと言いますと、最新のね、スマートフォンの AR 技術っていうのかな?のを使うと、なんとね、ラオウからこう美少女が出てくるんですよ。ではですね、どういうことなのか実際にやっていきたいと思います。まず、ラオウをこのように置きまして、スマホを掲げます。こういう風に。こういう風に合わせると、これを読み込みまして、あれ、なかなか読み込んでくれないな。お、来た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 。8分間というね。すごくない？これカップラーメンでこういう風についてくるんですよ。私の名前は面堂初美。面堂初美。姉妹の長女です。まあ、こういう風にね、物語が始まっていくんです。大変だった就職活動も一段落して、まあね、これ見てるとラーメン食べれなくなっちゃうんで、とりあえずね、これここに置いといて、その間にね、カップラーメンを作りましょう。夜中に限ってお腹は減っちゃう。ちょっと息抜きも兼ねて。はい。では、お湯を入れる準備ができました。お湯を入れたら、タイマーとしてね、この美少女たちとの会話がね、使えるということなんですが、はい。お湯を入れて、蓋を閉めたら、タップオン。そうすると、お湯よし、具材投入よしと。お、すげえ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 。ちょ、曲がって曲がって曲がって。あとは5分待つだけ。すごいね、これ向きによってちゃんとさ、ラオウの向きによってこう反応してくれるみたいな。すごくお腹が空いちゃうの。すごいな、これ。横にするとほら、そういえばラオウの上に乗ってるよ。あなたも夜食はラオウ派だよね。横に、これ裏返すとどうなんだろう。似た者同士なのかな。裏返すと、あ、裏返すとそうなってんのね。しかも好みも醤油味。嬉しいな。すげー。好きな気持ちを共有できるなんて。なんかさ、これ、なんか VR とかと通じてるところがある気がする。ほら、ラーメンの待ち時間はそわそわしちゃうな。そっか、この画面がなくなっちゃうとこういう風に普通にスマホの状態になるのか。あなたは大人よね。すげえ。慌てず騒がず、まあ、この人が喋ってること全然ね、今聞いてないんで、皆さんね、興味がある方は自分で買って聞いてみて、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、蓋が斜めになった。蓋が斜めになった。3分経過だね。あと2分で完成。あと2分か、結構かかるな。あ、5分経っちゃった？あ、5分経った、5分経った。さっきの話は、また今度ということで。はい、5分経ちました。これでおしまいかな？状態のラオウいただいちゃいましょう。ちなみにラオウ自体はこんな感じです。美味しそうですね。はい、ということでね、僕も食べていきたいと思います。生麺同様のもっちりとした、すごいですね。最近のカップラーメンってこう斜め行く、上を行くさ、企画してるんですね。3分間ぐらいね、この食べるの付き合ってくる。すすってるよ。付き合ってくるらしいんですけど、スープだけじゃなく入ってる具材もお見事よね。うん、肉の旨味がぎっしり詰まった。これ肉確かに美味しいね。チャーシューと後乗せパリパリの海苔。これさ、お湯を入れるだけで本当に一人じゃないですか。もういいや、一人じゃないですか。本当すごい、ね、かなりさ、寂しい男になりますね、これね。あー、でも、あ、でも美味しいですよ、本当。があるの、それはね、私にとってのスパイスだったりするのかな。はい、ということでね、今日はね、ちょっと変わった最新のカップラーメンをご紹介していきました。いや、変な気分ですね。ね、スマホ越しで女の子がいきなり出てきて、この子がずっと喋り続けるっていうね、まあ変な気分ではありましたが、まあなんか今までにない試みで面白かったんじゃないのかなと思います。これがね、例えばスマホじゃなくて VR とかだったらね、本当になんかいるみたいな感じになるでしょうしね。うん、ちょっとなんかこういうのにね、ハマらないですけど、はい、こういうのにハマりすぎにはね、注意してほしいなと思います。はい、ということでね、皆さんもぜひラオウを発見したら、これね、多分すぐできると思うんで、ぜひやってみてください。ということで今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。